はい、高橋丈太郎でございます。ですね、この昭和天皇とですね、広島長崎の原子爆弾のこの動画がですね、いつもこれ出てくるんですよね。だからちょっとこれ、記録させていただきます。はい、こちらのですね、動画をですね、あとこの文章をですね、お読みいただけたらなと思いますね。はい。もうこれもいつもね、こう定期的に出てくるっていうかですね、いかがでしょうかということでね、あと、マグネシウム爆弾とかですね、原爆地上起爆とかですね、日本製だとかですね、そういうのもですね、ページを作ってあって、ずっと長くやってるんですけども、そちらもページに書いておきます。はい、ではありがとうございました。はい、失礼します。